おはようございます。今日はですね、五葉松の取引を取引したいと思います。取引外し、取引外しですかね、うん、で出ていなかったら取引をし直すと、はい、取引は何とか欅でやってますけど、うん、一番私が、盆栽やってきて難しいというのが五葉松の取引なんで、はい、ぜひそれを今日はチャレンジしてみたいと思います。思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ということで、はい、今日は3つですね。過去に欅なんかの土域で説明したんですけど、うん、一番、発酵率の高い臓器なんかだと甘蔗白皮をして、はい、で小白類はアルミのですね、アルミで縛るという方法、うん、であとそぎはげっていう方もね、最近いいんじゃないかって言ってるんですけど、おそらくですね、これとこれはあと 3,4 年前ぐらいに、アルミで縛ってたはずです、はい、おそらくで、それがどうなったか、うん、だからアルミで縛るっていうのは発酵率が悪いやつを時間をかけて出そうっていうやつなんで、はい、果たして出てるかどうか。でこれは、あれ2年前でしたっけ、2年ぐらい前かな、2年ぐらい前ですかね、に甘蔗白皮をしました。甘蔗白皮をした五葉松、取り木をですね、でこれが、出てるかどうか、というところですね。甘蔗白皮の方が発根率は高い、高いけど失敗してないってことは、カルスが巻いて下から出てきちゃってるか、もしかしたら成功してるかっていうってことですよね。ということですね、どれからいきましょう。いや、とりあえずこっちを、はい、はい、見てみる。だからこれから結構もしかしたら可能性、ただね、根が見えてないんで、もしかしたらさっき言ったカルス巻いちゃってるかもしれない、はい、これがここら辺はね、下のはずなんですよ、アルミ線の下で、ここら辺もね、多分アルミ線の下じゃないかと思うんですけど、出てるってこと？だ、失敗して、失敗してる、ここら辺で取り木をかけていて、その下から出ちゃってるから、あ、そうか、今上から出なきゃいけない、上から出ないといけない、そうなんで、これがもしかしたら成功して出てるねかもしれない。でもだいぶ時間経ってるねですよね、これね。だから下からこう上がっちゃってるかもしれないし、これは見てみないと分かんないんで、確認して、そういうことですね。ダメそうだったらやり直すってことですかね。そうそう、やり直すってことですね、だからこういう見えますかね、こういう根っこ、はい、これはもしかしたら成功して出てきてるかもしれない。そうですね、それはっぽいですね、ね、こういう根ですよね、ということでまずは雑草取りから、雑草取りからですね、はい、基本は、五葉松の取り木っていうのはやっぱり難しいんですか。難しいですね。今朝もちょっと浜野会長とも話したんですけど、はい、やっぱり難しい、ということですね。だけどこれができてくると夢が広がるじゃないですか、そうですね、盆栽やってる方、で例えば5センチとか10センチちょっと昨日遅くまで飲んでたんで五葉松の取り木ができたら多分趣味家の方の楽しみ方が増える、増えます ね、ぐんと増えるって。やっぱりこんなちっちゃい5センチとか10センチとかこんな短い五葉松で太いのができたらやっぱり楽しいですから、す、ね、私も欲しいですからね。取り木か継ぎ木のイメージですね、ちっちゃくて太い、そういいやつだと、ね、未生だとヒョロヒョロだしね、だからやっぱ太い木の取り木ができたらやっぱり楽しさがね、出てくると思うんで、あーっていうか増えると思うんで、やっぱり時間がかかる。そうですね、だから2年とか3年とか4年とか、かかります。そうだけどこういうことはやっぱチャレンジしていかないと、ね、いけないんで、私もだからこうしてくださいとかって今日説明じゃなくて、はい、出てるかどうか分かんないんですけど、チャレンジ企画、チャレンジ企画ですね。人生常にチャレンジ、挑戦の連続だと。連続です。失敗も連続ですよね。失敗の連続だ、ね、そう、失敗も連続だけどほら枯れてないから、ね、やったけどダメだったっていうのはまた一つ勉強になるし、そうですね、でちょっと崩しますね、はい、下の方からちょっと崩してって、どんな風になってるかですね。だからこれ辺の出てそうですよ、ね、これがね、上からならいいんですけど下の可能性があって、ちょっとアルミ線を発見するまで、土も硬い、ほじくってって、だから3年4年経ってますからね。これは針金、ね、多分、針金で、あとこれは平間さんがやったわけじゃないですね、かけたわけじゃないんで、多分3年4年前だろうという話ですね。もうこれはな、出てたらいいねなんで大事にしないといけないですね。そうですね、はい、で放射線状にってよく言うんですけど、中から外に向かってこういうふうにやっちゃうと切れちゃうんで、根が必ず中から外に向かって、はい、そのね、上の根っぽいですよね、この辺の。で、これより上にアルミ線あったら後ですけどね、ちょっともうちょっとやってみましょうか、そうそう、はい、
優しく優しく中から外に向かって優しく優しく常に初心者のことを考えて初心者こんなことやるいやぜひねチャレンジしてもらいたいですよね初心者の方もね。あ、なんかこのサイズのキー買って放置するわけないですからだってそうねそれといきなり買って取り切ってチャレンジですからね、うんうんうん、なか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 確かに安く手に入ったりとかねそう多少ね経験だったり、うん、まあ覚悟は必要かもしれないですね万が一っていうね大体やっぱり皆さん枯れたらかわいそうっていう人が多いんですけど、うん、前ね天野会長に言われたギリギリをやんなきゃいけないっていうね、うん、それも厳しいですよねいい木を作るにはいやねそう人間も一緒かもしれないああそうですね、うん、ギリギリ攻めてますね、うん、私も飲みすぎちゃって攻めすぎちゃって自分の何のためにもならないあここにあえ ちょっとあの下着姿の話は置いといて何の話してたんだって何の話してたんだって、はい、ありましたここにアルミ線が見つかりましたうん、うん、でこれをたどっていってもしかしたら巻き込んでるかもしれないこの辺はだから出てないですよね上はここがもしこの横にあったとしたらその横が出てるっぽいですよねでもこっちが出てる可能性があるわけですよ、うん、なんでちょっとここを頼りにちょっとアルミ線をこうほどいていきます。要は上のアルミ線より上に出てれば根が出てれば、ただ切っちゃう可能性もある。下からこう上上がってる可能性もあるんで、うん、とりあえずこれほどいてこっち向いていって多分この辺は肉巻いちゃってるんで、はい、これで取ってそのあだからこれはもうギリギリですよね上か下か、うん、ここ、うん、この下にアルミ線が くればいいけど上ギリギリ上かもしれない、ね、判断難しいですよね難しいですねこれねここを外していいのかもう一回かけ直すべきなのかっていうのが迫られるとうそうですねあアルミがいや初心者にも分かりやすいように何僕にも分かりやすい何が起こってるのあそっかいやいやその外し方はね外し方だからこれは必ず横にこうアルミ線を巻いてるはずだから、うん、これを横に行きますねえこれアルミ線何がこのアルミ線アルミ線もう外したんですか今ほらこれはいはいあもう切っちゃったんですか切っちゃったと今ねポロッと取れたんへえこれねじって取ろうと思ったらこれね巻き込んじゃってるなあアルミ線をもう飲み込んじゃってますねああ、うん、巻いちゃって飲み込んじゃってる飲み込んじゃってるってやつですねあここはでもアルミ線が出てきましたねこの下、うん、ここ見えますかね、はい、これねあれこれあれかもしんない別のアルミかもしんない2個巻いてあるってことうんかもしれないですねあお出てきたおうわこれは巻き込んでるなもう困ったですね困ったどっち行けばいいんだか分かんないですね右行くのか左行くのか、うん、ということで、はい下着の話を置いといて使えなくなっちゃうずっとその話してるこれはですねすいません急遽ばらけたんで、うん、でこっちの方から来てるっていうことが分かったんでとりあえず崩していきますね、はい、それは上か下かは、はい、そうそれが問題なんです、ま、それが分かんないですねである程度ちょっとこの辺揺すりながら怖いですけどねまあできるだけあの大事にあっと言いながらああダメだなこれはちょっと向けちゃったでここが崩れましたこれも よこっちですねああだからやっぱりあれかな下から上に持ち上がったのかな、うん、なんかやっぱ難しいですね難しいんですね枝のね、うん、取れ切ったらまだそうですねそうですねできるとは思いますけど、ね、これだけ太い根っこですからね、うん、幹そのものを、うん、っていうのが難しいんですよねそうなんですよねでなんかアルミ線が下に出てきてその下から根が出てるのがなんかなんとなく感じがしてきましたね、うん、これ辺かなあアルミ線あれこれアルミ線あアルミ線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 出ましたねはいじゃあまたちょっとこれで出ましたアルミ線が、はい、根はないですね根がないですねこの上にはないってことですよねうん難しいですね難しいですねちょっとじゃあこれどうせ剥くんだったら削っちゃってもいいんですね考えてみたらどうせ感情把握するなら、うん、感情把握するならなのでちょっとこれの相手のアルミ線をちょっと探したいんで、うん、いやこれはもうかけ直すとそうですねこれかけ直しますかけ方はもうちょっとやりたいことがあるんではい、はい、あ出てきたあアルミ線あった、まあ、とりあえずアルミ線の
上からは出てないっていう。今のところ1本も出てない。1本も出てないですね、今のところね、うん、はい、ここアルミ線出てきましたね、うん、やっぱ金属薄皮の方がいいのかな、はい、ちょっとね、危険性は高いですけど、ね、高いですけど、まあだからこれ見てですよね、うんうん、ちょっとこれあれですね、ダメならダメで早くこっち行った方がいいですねそうですか違います、動画の尺的な尺的にね、ここは出てますね、上から出てる確実に。これの下にアルミ行ってるはずなんで、はい、ここら辺とここら辺の細かいのと、何でしょう、このでかいやつ、はい、ここから出てるこれですね、これも 上からだと思うんで、うん、ここにアルミがあったらアウトですけどねそれは多分ないと思うんで、そんな上はちょっと探っていきたいと思います、ここら辺を、はい、あのアルミを巻いたことでね、太った幹がね、あ、ここにもある、アルミ線まだある、そんな奥の方にあるんだ、うん、今回はアルミかけないってことですかね、うん、アルミはもうやんないです、はい、環状薄皮で、環状薄皮で、そうですね、片根だけでも出てたら、うん、枯れるリスクは減りますか、そうですね、あ、じゃあね、言っちゃうと、うん、環状薄皮じゃなくて、そぎ上げ、そぎ上げがいいらしいです。そぎ上げの環状薄皮が。これでもどうするんですか、こっから、うん、だから向いちゃってるから。うん、向いちゃってるけど、こっからだから、そぎ上げていくつか。ああ、作っとく、うん、やってみようかなって。それは、お祭りの時に、うん、まあ、黒先生のところの生徒さん、あそこベテランの方いっぱいいて、そうですね、うん、で話してて、五葉松の取り木難しいよねって言ったら、そぎ上げの環状薄皮がいいよって、うーん、秘密情報です、秘密、欅も良かったじゃないですか、私結構よ、うん、気に入ってて、あれそ、はい、ぎ上げってなんか立ち上がりが太く見えます、そうそう、太くなって、でもしかしたら表面積が増えるのか、うんうん、でそのそぎ上げたらやっぱりそこに脱脂麺を入れるんだそうです、だから、いや、それがね、教科書なんですよ、脱脂麺、脱脂麺こうそぎ上げて、上げたところに脱脂麺をこう入れ込んでる、それ溶けるやつ、うん、まあ脱脂麺だから、脱脂麺だと、今は割とあの化学繊維が多いんで、うん、あれですけど、一応それなんでここに、水桶の細かいやつを用意していたんで、水桶をそぎ上げて、そぎてその中に入れちゃいたいなって、うん、うん、ということはをちょっとやってみたいんですね、はい、じゃあこちらの装置まで、そうですね、ちょっと、はい、もうちょっと針金が取れなそうで、はい、はい、取る、はい、お待ちください、ね、お乾かさない、うん、乾かしちゃうとね、せっかく出た根が枯れちゃうんで、環状薄皮をするんで、はい、ここを削り込んでって芯まで しっかりこういうカルスが巻かないように、うん、はい、深めに、1センチぐらいですかね、高さが、はい、奥にカルスが巻かないようにちょっと深く削り込んで、はい、とりあえずこの辺、ここ以外ですね、うん、やっちゃいます、これね、取っちゃうかと思ったんですけど、結構ここの根が下の方までこう、これなんかそうですよね、これとかこれが、はいはい、張り込んじゃってて、これバラバラにすると、うん、もう傷んじゃう可能性があるんで、とりあえずこのままもう一回かけ直します、なるほど、はい、何年かかるんだ、何年かかるんだ、だから難しいんですね、こういうのはね、うん、という話です、うん、結構やっぱ上がでかいから、うん、根の量もある程度ないと、ね、うん、そうそうそう、枯れちゃうと思う、そうなんですよね、水で流しましょう、はい、はい、あたたた腰に来ております、うん、こんな風にでずーんという感じで削りました、一周この、うん、ここ、あ、ここまで、ここは出てるんですよね、うん、うん、ここだけ出てるんで、この上とかどう ?4 分の3ぐらい、うん、4分の1も出てないかな、わかんないけど、まあこんだけ深くね削ってれば大丈夫でしょう、はい、まあ、だからさっき言ったようにアルミ線がここにあったんでね、これだけ太って、はい、でそれ抜いたんで、うん、それだけの、まあ、深みが出たっていうか、これ削り込みました、はい、ここからじゃあそぎ上げ法、はい、はい、すごくね、はい、そぎ上げはしづらいんですよね、そうですね、何箇所かって感じですか、そうですね、これ遠いだけどこっちの方がやりやすいかもしれないな、ん、丸いやつ、変な取り方すると村田さんに怒られそうですね、うん、
日村さん、取り方逆ですよ。取り方逆ですよ、違いますよ。よし、行きましょう、はい、刃が立ってる。じゃあ、行ってみましょうか。端っこの方から、そぎ上げ。そんなに深くはない、うん、あでもこれ今あとあれ入れますんで、水苔を、うん、結構いってる。結構いってますかね。 1.2cm か。結構これ見えるかな、うん、見えないか。いや見えますよ。見えますか。本当はそぎ上げってここの行き道を残すんだけど、うん、感情白皮で今入ったズボッと結構入ってますね。入ってる。これね、ここ見えば分かりますよね、うんうん、あ、こんなに入っちゃった、うん、もうこれの結果はそうですね、また来年多分これ来年できますか。うん、ただそぎ上げとか感情白皮しちゃってるんで、感情白皮してるから、うん、小説園の人に違うよ違うって言われたりしてね、うん、そうじゃないよってあーやっちゃったやっちゃったあダメだやっちゃっただけど確実にこれ形成層の下まで行かないとダメですからね、はい、形成層の上じゃダメなんで、やっぱ深く入れないと。これを上げといて、どこやったか分かんなくなっちゃう。うん、そうですね、一回一回やった方が良かったかもしれないですけどね。折ったところを上げといて、上げて水苔を差し込む。差し込む。手術してみて。ね、帯しましょうっつって誰なんかありましたよね。何すかそれ。え、なんかありませんでしたっけ。帯しましょう、帯しましょうっつって。うん、結構入ってますよ。結構あのピンセットが入ってってるんで、うん、スッと入る、うん、あの水苔も入ってってますね。先端にルートのはい、つけて塗り忘れたとか、まあ入れ方がね、うん、いや無理なんで、手3本あればいいですけど、手が3本あればルートをピンセットにつけてそれを差し込んでる。そうですね、これで水苔にくっつけるね。水苔にしっかり、これでも出そうですよね、なんかね、なんかね、問題いいんじゃないですか。あ、つけすぎたつけすぎつけすぎたやってくれるかな、初心者。やんないですよ初心者ってでもあれ題名つくといいんですよね。うん、でも本当に初心者に向けて作ってたらいいですけど。ああそうね、タイトル詐欺みたいになっちゃいますよ。そうですか。まず取引のことから説明しなきゃいけないし。そうですね、感情白皮も普通に使ってるけど説明ないですからね、うん、今、うんうん、今ね、これだけ初心者向けじゃないですよ針金法とか言ってね。針金、そぎ上げも、そぎ上げなんて一番普通やんない方法ですからねだけどいいって言われたんでね、うん、これを待つ。だからこの結果を来年、来年ね、ね、報告して。でもなんか出そうな気がします、これ。出そうな気がしますね、うん、この水苔がこんだけ深くね、うん、入れ込んだ形成層というか、うん、幹の裏側のところに入ってって。でもこれもね、針金で片根で出てただけでも、うん、そう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 、それがあるからこの余裕持ってできますよね。うん、そうなんですね。何もなしじゃおっかないですよね、これやるの。そうそうそう、だから作り手のおかげで、うん、そうですね、おかげで、はい、埋め込んでいきます。もう一回いいですか。あ、これもう一回、うん、これこれでしょ水苔、水苔を水苔を、はい、この間 に詰め込んできますね、はい、はいはい、これ、はい、そうそう、で最終的にはこういうところも少し乗せたいんで、うん、ちょっと水苔足んないかもしれないですけど、ここに間にとりあえず1回入れちゃいますね。よし、じゃこれで水苔を、そうですね、足んないっていう、この足んないはい、とりあえずこんな感じで2つくっつけました。ビニール、ビニールですね。周りを取ってまたホチキスで留めると、3箇所ぐらい留めるといいですね、上と下と、はい、これで入れていきますね。ちょっとなんかあれですね、水苔もったいないんで赤沼土も入れましょうか、はい、半々で土だけでもいいんですけどね、はい、ちょっととりあえず1回下だけ、っせっかく、うん、紐用意したんで紐の意味がなくなっちゃった。あ、そうか、いいこと考えたんですけどこれをこうめくってホチキス
取れないように。そう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 。あ、頭いい。もうちょっと考えます。調節できますね、これで。ね、ギュッと縛れて紐外れないで。うん、塩。これで出てきちゃう。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 アルミ線とかでこう U の字で刺したりとか。さすが。それもこうね、外側にこうやってめくってるから刺しやすい。うん、うん、そうそうそう。いいこと思いついた。いいことね。取り木の周りの囲いの仕方。じゃあミルフィーユで。ミルフィーユ。途中これを入れて。ミルフィーユに意味はあるんですか。まあ保湿をしたいっていう。結構あの水入んなかったりするんでね、うん、赤玉 だけでもいいと思いますけどね、周りはね、赤玉だけで上だけ水ごけみたいな。そうそうそう、ね、それがね、一番それが理想でしょうね。下から土が凍りません。はいはい、上から凍る、うん、じゃあ最後に軽く水ごけを、はい、見せて、赤玉単用でもいいですね。はい、はい、言いましたっけ。3回言った3回言った改めて、撮ってない時があるから、うん、ね、私のほら動画長いからたまに急に止めるんで、喋り全部入れたら1時間超えちゃいますね。もう一本あるですね。時間以上経ってます。もうお昼ですね、はい、今日はもうちょっとお昼挟んで、はい、上は止めるんですか、なんか。いやいや、このままで、このまま、うん、あの水はだから上げないとね、うん、水がいかないとダメなんで、ということで、はい、はい、完成です。なんか感情吐く日したところを、うんうん、は打ててませんか。どう感覚したところがもっと上か、もっと上じゃない。もっとここね、ここ出てますね。完全に出ちゃってね、本当だ。あ、これ足んなかったってことですね。じゃあやばい。だから今上はどうするのか。ああ、あと穴開けなくていいんですか。いや、とりあえずいいです。大丈夫ですか。 下から抜けるから。抜けるから。ああ、やばい。じゃあ最後土にしましょうか。最後水ゴケがいいっつったんだけどね、出てますもんねこれね。ダメだこれ。じゃあこれじゃあもうちょっと上ですよね。もっと上だ。だから真ん中だけ山盛りみたいにしとけば。そうですね、よかったです。見えなかった。気づくのが1年後じゃなくて、気づかなかった。よかったですね、今気づいて。キュースさんに言われなかったら分かんなかった。これで安心ですね。え、これで大丈夫ですね、よかった、うん。はい、ということでですね、一応ここまで終わりました。はい、細ぎ上げ法で、やり直したということで、来年来たいということで、ちょっとお時間かかりましたんで、ちょっとお昼を挟んでですね、皆さんもちょっとコーヒータイムで、はい、どこまでそのまま行けますよ。行けますか。はい、でもちょっと次のこっちの、あ、去年やった、こっちですね、感情把握、はい、これの1年後みたいな。1年後みたいな、ね、やり方ちょっと違う。あ、そうそうそう、まあ、でも大体一緒じゃないですか。大体一緒ですね。1年後の外すところまで今日は見れちゃう。そうですね、ということで、とりあえずこちらは終わりです。はい、はい、じゃあランチタイム。ランチタイム。上から水かけないと入っていかないですよこれね。そうですね、高すぎちゃって、あのね、壁が掃除しなくちゃダメだ。じゃあ後半スタート。後半スタート。後半スタートで、はい、じゃあまずは草むしりから。はい、こちらは去年やったものなので。そうですね、去年ですね、ちょうど去年一昨年か、2年ですね。2年経ってる。2年。もともとさっきみたいな状態のところから2年ってことですね。そうですね、トリコカかけたってことですね。かけ直したやつ。かけ直した、はい。これは葉っぱがね、結構伸びちゃってますけど、まあ元気の証拠ですからね。はい、はい、あの取り木作業を仮にもう一回するにしてもいいんじゃないかなと、うん。じゃあ早速これを外していきましょう。はい、はい、カサカサですね。水が全然いってない感じしますね。どうだろうね、まあ楽しみでもあり、楽しみでもあり、楽しみでもありか。なんかあれですね、水苔巻いて巻いたんですね、これテープをね、うん、
さっきのに比べて継ぎ木でコンパクトですね、うん、コンパクトですね大丈夫かな。さあどうなってるか。あでもなんか出てるか。あ出てる感じしますねこの辺ね。うん、あありますね。ほらほらほらね、これね。さあじゃあ丁寧にやっていきましょう、はい。まあ多分出てるところと出てないところが、あこの辺は出てないですもんね。この辺が上から出てればいいんですけど、これも買いかけ直す可能性ある直すってまた時間かかりますね明日になっちゃう。ちょっと削りにくいから、うん、ちょっと乾いちゃって根と水ごけがくっついちゃって、はい、一緒に取れちゃう可能性があるんで、チラチラチラホラと出てるけど、うん、そんなに強い感じではない。そうですね、こっちが少し出てる感じしますね、うん、こ衝撃の発言が今。衝撃の発言が何ですか。いや、出てるとこもあるし出てないとこもあるんで、うん、もう一回かけ直しって全く同じですね。だからこれとりあえず現象だけ説明しましょうか。動画は一緒なんで、うん、ちょっと結果だけ言いますね。まあ、一回これを全部もっと落としますよね。え？もうちょっと落としますよね。もうちょっと落としますね。落としたところでいいね。あ、で取りますか。はい、ノコギリってあるっけ。ノコギリ切っちゃおうかな。やっちゃうとね。一応根は、あ、じゃあ外一回見てみましょうか、はい。ここら辺からですね、ここで取り切してるんですね、うん、で、ここら辺の太いこれがだからね、出たんですけど枯れちゃった、ちょっと怪しい、うん、でこれが下多分繋がってるかどうかちょっと分かんないんですけど、はい、これからね、ここら辺は出てますね、上から、はい、取り切した上から出てます。で、ここら辺来て、ここら辺も出てる感じなんですよね。こういうのとか、こんなのとか、うんうん、はいはい、これとこれも出たんだけど枯れちゃってますよね。多分怖いですよね、うん、なんか伸びそうな感じもありますけどこれ、うんうん、これも怪しいんで、なんで、一回ここら辺で、切って取り外して、ここだけもう一回かけよく、うん、やる、削ってやるってやつですね、うん、それをちょっとやってみたいと思います。じゃあここら辺で、切った、砂利が入ってますかね。大丈夫かな。うわ、太い根がないんですね、もともとね、うん、幹は幹ないんですか、断面。うん、幹もないから、だからやっぱ根がまだもうちょっと上なんですよね。ちょっとこのぐらいのやつをかけたってことなんですね、うん、そうなんですよね。もともとそんなにあれじゃないの、うんうん、なんかあんまり変わり映えしなくて面白くないな、ここですね、これだけですね、作業はね、うん、はい、下はどうしますか。下はだからのは本当はどっかの段階でばらして、うん、上だけの根にしたいですよね。まあそうですね、うん、これがいっぱいいるんだよな。でも今まで見たことない画角かもしれない。そうですね、こういう真下かな、こういう、なるほど。今土を、はい、土をこう下の方をさばいて、できるだけ本体の土は取りたいんで、はい、土じゃない、根か、うん、いずれってことですよね。いずれ取りたいんです。そうですね、だから少しずつこう上の根に更新していきたいというのがあって、うん、で少し崩して切っちゃいますね。結構どうなるか分かんないですよね、これ。うん、分かんない分かんない。枯れちゃう可能性も、可能性もありますね。ありますよね、うん、ただこれだけ上が元気なんでね、多分大丈夫だと思います、うん、新しく根を出してくれる。そうですね、ここですね、ともう一回削り直しました。はい、はい、そこだけ、ここだけですね。ああ、はい、あとは言ったようにこれもね、やっぱこれの上から出てたんで、うん、これ辺ですね、はいはい、でこれもそうですね、こういうのは少し方向を変えといてあげて、出てるところは削らず、うん、そう、出てないところだけ、そうそうそう、で、
去年は必ずこれやってるはずなんで、はい、この環状白皮をね、これも添え上げちゃいますか。まあ、ね、どうでもいい、どうだか長い。じゃあこれも添えちゃいます。今日はね、そうしないと話が一貫しないん で、ね、はい、じゃあこれもちょっと添え上げますんで、こちらも添え上げ、そうですね、をすると、するで、はい、じゃあ しばらくお待ちください、はいはい、ちょっと同じ作業になるので、とりあえず植え替えた後に、そうですね、最後お話を聞く、お話、そうですね、お願いします。ということで、というわけで、はい、ということで予約終わりました。はい、はい、今回ちょっと網でねやりました。非常に高い位置で、うん、取り木をしたんで、ちょっとこれだけの腰高にしなきゃいけないということで、はい、やりました。とりあえず感想としては完璧には出てなかったけども、うん、環状白皮でも出たと、そうですね、いうのが一つですよね、うん、今年、そこをまだ出てなかったところは、そぎ上げ法で、来年どうなってるかということで、うん、まあ、いずれにしても、取り木の場合は元気をつけて元気のいい木だからできるということで、はい、まあ、そぎ上げ法の環状白皮のそぎ上げ法ですね、はい、はい、ということをやってみたという回でした。はい、では来年結果がまた、ね、また結果が出ますので見れるかもしれない、はい、ということでまた楽しみにしていただければと思います。とりあえずこれが枯れなければね、あ、こっちはまだいいですけど、もう一個のやつがまた全部剥いちゃったんで、枯れなければ多分出てるはずなんで、はい、お楽しみということで、ぜひ1年後、1年後ですね、はい、チャンスがあれば6月は取り木の季節ですので、はい、はい、やっていただければと思います。ということで、 お知らせいいですか。あ、9月ついにこっち8? それもそうなんですけど、いっぱいお知らせがあって、お知らせがあって一つ目はさっき今言った9月に東芸フェスやることに決めました。決まりました、うん、ただまた日にちが発表して、ね、日程はね、でも週末ですよね、中旬の、うん、中旬ですね、中旬で、まあ、3日やる可能性があるってことですよね。そうですね、2日か3日、ね、まあ、その辺は相談中、ね、まあ、9月の中頃に、はい、やるというのは決まってます、はいはい、その先 はまだ内緒ですよね。その先は別に内緒じゃないです。そう、11月に展示会、もうまだ早いんじゃないかな。早いですよね。東寺園の展示会がやるということで、第1回になるんですけど、東寺園としての作品展ということで、うん、やる予定してますので、前やったのは、教室連盟だったんですね。教室連盟だったんですよね、はい、今回はまた我々だけで、まあ、作り上げる形なんで、結構なんか楽しいだろうなって、いろんな企画も今考えてます。我々も展示、今までなかった即売もやろうかって話もしてるんで、11月はね、はい、はい、ということで今企画中です、はい、それとあとシャツ、 T シャツ違う、あ、そうですね、ふるさと納税 あ、ふるさと納税で、ね、T シャツの販売始まってますので、はいはいはい、あの大宮盆栽のクラウドファンディングに参加してもらうために商品を出したっていう感じなので、よろしければそちらも、はい、しっかりした生地のやつですよね。そう、今僕ルリーですよね。僕それ 5.6 オンスで 9.1 オンスかな、はい、すごいじゃないですか。分厚い、僕今2倍近いやつ、ね、着てるんですけど、ね、がっちりしてますもんね。すごくね、さらっとして心地いいです、はいはい、面の粗い感じの、はい、洗濯するとなかなか乾かない感じですか。こう見えないか、絶対、はいはい、だ厚みは感じられないですよね、はい、そんな感じ、はいはい、さらに8、はい、盆栽級の8のストックが結構できてきたんで、はい、通販をやってみようかなと、うん、そうですね、思います。前回もね、カンタ君が植えてくれたのあると思うんですけど、はいはい、これは今値段が高騰しちゃってるんで、高騰しちゃってる、段階的にね、大きさも小さくしたり、そうそうそう、ね、値段も変えたりしようかっていう話をしてましたね。皆さんにお求めやすく提供できれば、うん、安い値段じゃないですよね。でも、まあ、いやー、これだけ作るの大変ですからね、うん、まあまあまあ、はい、最近私も可愛いなと思って、あ、最近やっと思ってくれました、うん、思いました、うん、ほら最初みんなキモいってなるじゃないですか、はいはい、でキモ皮っていうんですか、うん、植えるといいですよね。いいですよね、うん、それ今水苔張っちゃってるけど、そこ苔だったら多分だいぶ可愛いですよ、うんうん、そうあとこれのステッカーもできた、あ、そうそうそう、で通販で買ってくれた方には、はい、あ、出てます、あ、出てきた、浜村会長いるけど、このステッカーが若かりし頃の浜村会長の、はい、こんな感じで、はい、ステッカーが、通販で買った方にはついてきます。なんだ浜村会長いるの昔の浜野会長です。そうそうそう、ということですね、はい、ということでいろいろ盛りだくさん考えてますんで、はい、あとメンバーシップも、あ、そうですよね、限定動画が始まったので、そうですよね、多分ね、今パソコンからしか登録できないらしいです。でも安いですよね、月々100円、違う、ジュース代でしたっけ、それは
何も特典のない方です。ない方。1000円です。あ、1000円ね。990円。それは月月月、うん、はい。でまあ古いところからどんどんやっぱり非公開にしていくので、はいはい、いわばもう何でかというと、もう今盆栽の視聴回数の多分上限ぐらい来ちゃってるんですよ。去年とあんまり変わんないし、はいはいはい、登録者は増えてるけど、はいはい、だからもうこの今収入じゃ結局やっていけないんで、うんうん、そうですね、運営のためにもね、そう、はい、なので今後はそういう風な形にして、はいはい、ストック型にして、はいはい、でより深く入って、そうですね、見たい方はそれを選んで見に行ける。まあでも最新の動画何ヶ月間は公開したままにしておくと思うんで、うんうん、そうですね、はい、一番古いのは私以外見たいかもしれない。そう、課金して毎月1000円、僕逆に払うんで課金してください。はい、わ、はいはい、かりました。じゃその登録も今最近始めたということで、もういろいろとあるので、はい、ぜひともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今後とも盆栽級をよろしくお願いします。よろしくお願いします。いいねで、いいねと登録と、あとメンバーズシップですね。あ、そうですね。これからは、はい、ということでよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、大丈夫ですか。海外の方も来てます。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。